皆さんどうもピーマンです。今回サクサクセスで最強チームを作ろうシーズン2実況5回目になりますよ。今回のこの実況でシーズン2の実況は最後になります。この5回目の実況ではついにオートペナントで回していきますよ。ここまでね、投手だったり内野手外野手といろんな選手を作ってきました。その選手を集め今回の実況で一つのチームを作り、いざオートペナントというわけですね。まあ、どのような結果になるかはわかりませんよ。僕も非常にドキドキワクワクしている、今回はねかなり結構強い選手ができたんじゃないかな。特にバッターね、バッターの方がねかなり強いんで、リーグ優勝日本一あるかもしれないね。Oh yeah。 そして今回の実況ではですね、このシーズン1で作ったこちらのチームですね、こちらのチームも、共にオートペナントで回していきますのでね、シーズン2ではパリーグに入れて元々ある6球団プラス今回作ったチームプラス前回作ったチームの計8球団でオートペナントで回していきますのでね。じゃあまずはオートペナントで回す前に、ローテーションだったりね、ベストオーダーだったり組んでいきますよ。ちなみにこの緑色がシーズン2で作った今回作るチームの、チームになりますね。そして赤色が前回作ったシーズン1のチームになりますので覚えておいてくださいな。じゃあまずはピッチャーの方を加えていきましょうか。今回はまずピッチャーは計5人の選手を作ったよね。どれだ、あ、これですね、先発1。あの先発ピッチャーはもう作った順にねローテーション並べていきますので、で先発3、先発4で先発5、これがうちの先発陣になるわけですよ。で次は中継ぎだね。中継ぎは計6人作りましたね。1人目2人目3人目4人目5人目で6人目これで中継ぎ終わり。そして最後に抑えの選手を1人作りました。こちらですね。はい、これでうちのシーズン2のチームのピッチャーが完成いたしましたよ。起用法などは後で設定していきます。次は野手だね。野手を作っていきましょうよ。野手じゃない、野手を加えていこうか。作りましたからね、もう。作ってますからね。まずはキャッチャーを加えて、はい、キャッチャーですね。で、お次は内野手を順に加えていこうかな。まずはファースト。そして、セカンド。次はショートだね。ショートはどこにいる？お、ショートどこだ？お、ちょっと待ってくれ。どこに来た？行方不明だ。What?どこ？あ、いたいた。こっちにいたね。はい、ショートで、で、最後、サードの選手だね。さあ、はい、これで、うちの内野陣完成ですね。あとは3人、4人ですね。前回の実況で作った外野手、ライト。そしてレフトでセンターで最後に DH、 はい、こちらの、野手陣がうちの、バッター陣となりますのでね、この選手たちがどのような活躍をしてくれるか非常にドキドキ楽しみにしてますよ僕は。よし、これで完成。お次はベストオーダーを組んでいきますよ。ベストオーダー、あ、まずは投手起用法から考えていこうかな。はい、投手起用法ですね。先ほど言った通り、まず先発陣は作った順にローテーションを並べていきますが、起用法はねその能力に合わせてやっていかないと。まずこの先発1は非常にスタミナがありますから、もうこれはね完投でいいでしょう。起用法は完投だ。で先発2、君はスタミナはないが能力自体はねものすごく変化量があるので、君はどうしようかな。スタミナ温存、調子次第。関東はちょっとスタミナを考えれば難しいんでね、スタミナ C の69だから、スタミナの限界までいったらまあ6回7回くらい、どうしようかな。勝利投手、調子次第でいいか。この選手は、いや待て、調子次第、関東、まあ調子次第で OK でしょう。で先発3人目、この選手、こいつはね能力スタミナがものすごく低い、全体的に低いんだよね。ものすごくゴミができてしまった。お前はもう勝利投手ね、勝利投手の権利を得たらもう降りるという感じですかね。お次先発4、こいつもスタミナがあるわ、能力自体ないからね。こいつもどうしようかな、スタミナの限界まで投げ出そうかな。で最後、ローテーション5番手、先発5だね。
お前もスタミナはある。で、能力自体もかなり素晴らしいからね。じゃあ君は関東で OK でしょう。で、お次は中継ぎ陣だ。まず中継ぎのエースをね、設定しようか。中継ぎのエースはドイツにするべきかな。あ、これだね。球速もあってコントロール、スタミナもある。変化球はちょっと少ないけどね。じゃあ君が中継ぎのエースだ。任したぞ。で、お次こいつはどうしようかな。変化球は多彩だが変化量自体はかなり低いからね。特殊能力もないし、君はね、リード時に登板してもらおうかな。中継ぎ1は。で、中継ぎ2。お前、しょぼいな。君はね、どうしようかな。君はね、配線処理っつったってそのスタミナじゃな、何もできねえしな。うふふふ、クソそのものだ。こいつって右投げか。左のワンポイントでは使えないしね。どうしようかな。配線処理でいいか。もう配線処理でいい。中継ぎ4は配線処理だ。スタミナはないけどね。で、お前もないのかい、中継ぎさん。お前もないが、能力自体は非常にいいからね。君はね、接戦陣使おうかな。で、中継ぎ5。こいつはスタミナで溢れてるが、変化球が進化、もうこれもあるんですけどね、1個しかないからね。君はね、どうしようかな。君、お前こそちょっと配線処理回ってもらおうかな。お前配線処理になって、こいつはね、どうしようか。こいつもこいつでクソだし、あ、こいつじゃねえな、中継ぎ4か。こいつもこいつもクソだしな。お前もリード時で登板でいいや。で、中継ぎ6、最後の選手。こいつもゴミそのものだな。なんで俺こんな選手ばっか作るんだろう。わからない。じゃあ、ビハインドでも。いや、こんな選手ビハインドで使いたくねえな。あ、こいつもリード時に使って、そしてこいつを、ビハインド。中継ぎ1をビハインドでも使っていこうよ。そして抑えの選手はもうこれ守護神で決定です。うちの守護神になってもらいます。はい、投手の起用法が完成いたしました。お次は、ベストオーダー組んでいきますよ。じゃあまずは DH あり。パリーグですからね、基本はもう DH ありで進んでいきますから。まずは、まずポジションを合わせようか。めっちゃポジションぐちゃぐちゃになってるね。なんだこれ。なんだこれ、ひでえな。あら、あらら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 、あれ、なんで一人余るんだ。ちょうどよく作ったと思うんだが、あ、なんか余計なやついるね。誰だこいつ。誰だ、なんか余計外すの忘れてましたね。これ前回の実況で作った選手、シーズン1で作った選手だね。こいつは関係ないですから、後で外しておきますわ。リードオフマンは誰で使っていこうかな。リードオフマンはね、迷うとこなんだよな。センターの選手、こいつ非常にいいんだけど、いや、こいつでいいかな、リードオフマンは、うちのシーズン2では。いや、キャッチャー、アベレージヒッター持ちなんだよね、このキャッチャー。どうしようかな、アベレージヒッター持ってますから、1番で使うのも十分ありだよな。チャンス C も持ってんのか、非常に優秀なキャッチャーだよね。OK、リードオフマンはね、じゃあセンターの選手でいいや。センター、リードオフマンで、2番はね、2番誰使おうかな。メジャーだとあれですよね、2番バッターに強打者を置きますが、日本だと2番はなんか送りバントとか小技が効くような選手を置いていくよね。俺はどっちを使おうかな。日本式でいくか、それともメジャー式でいくか。いや、ちょっとね、メジャー式でいこうかな。他球団とは違うやり方でね、やっていくことが大切かなと思うんでね。強打者ドイツだ。これ、ショートの選手いいかもしれないね。これ見て、化け物選手作れたからね。よっしゃ、じゃあこの選手を2番で使っていこう。2番、ショート、イエーイ。で、3番にキャッチャー。アベレージヒッター持ちのキャッチャー、チャンス C もついてますから、キャッチャーを3番で使っていこう。キャッチャー。で、4番。4番はやっぱパワーが重要になってきますからね。じゃあこれ、レフトの選手で OK かな。レフトの選手を使っていこう。はい、レフト4番。で、5番。5番はね、5番ライト。ライトの選手で OK。はい、ライトが5番。で、6番が、どっちにしようかな。迷うな。あー、どっちにしよう。俺今ちょっと DH か、このファーストの選手をどっち使うかで迷ってるんだよね。いやいや、こいつ特殊能力あるからな。いや。DH でいいでしょ。はい。DH を6番。
で7番にファーストの選手を使って、8番にサード、おお特殊能力めちゃくちゃあるな、なんだこれいいね、いぶし銀とかついてんじゃん、あー対大投手もついてる、あじゃあセカンド8番サード9番で OK かな、あー OKOKOK、 いいじゃんいいじゃん、はいうちのベストオーダーが完成いたしましたよ。まずは DH ありね、非常にいい選手ができたんじゃない、ベストオーダーが組めたんじゃないでしょうか。もう対左の時もね変わらず使っていきます。でお次は DH なし、交流戦がありますからね、その時の対策のため交流戦ではね、また別の起用法で使っていこうかな。じゃあ1番にキャッチャー使っていこうか、センターを1番で使ってますが、交流戦に入ったらキャッチャーを1番で、で2番にね、2番誰使おうかな、2番にセンターの選手を置こうか、2番にセンターを置いて3番にこのショートの選手、化け物選手を置きましょう。こいつは守ってよし打ってよしだからね。で4番は先ほど同様レフトの選手で OK だよね、レフト4番、あパワーが非常にあるね。で5番に、DH、 あちょちょちょ待てよ、指名打者使えないからね、あ外さないとダメだ、そうだそうだ、指名打者使えない、何この可愛いボンミス、天然か俺はひどいね。 DH の選手は交流戦では使うことはできないので置いときましょう。で5番誰使おうかな、じゃあ5番はもうこれライトの選手で OK でしょう。であ待てファースト、どうしようかな、いや5番ライトの選手ね。で6番にファーストの選手、んで7番にセカンド、あーこんな感じで、まあ、こんな感じで OK でしょう、センターとこのショートの選手の打順が変わったくらいですね、キャッチャーと上位打者が変わっただけです、あとはもう変えないで、よしうちのベストオーダーが完成いたしましたよ皆さん、へーへーへー、非常にいいチームできたんじゃないでしょうか。 OKOKOK、 じゃあこれからオートペナントで回していきます。ちなみにねシーズン1の選手今回入れるね、オートペナントで入れるチームの方も紹介しておきますので、シーズン1の野手陣はこんな感じだ。シーズン1もシーズン1で結構強いからね。ちなみにね、シーズン1では DH の選手を作るのを忘れてたので、DH の選手はこちらを使用していきます。パープロというね、もうオール D の選手ですね。サクセスで作りました。お次、ピッチャー陣はこんな感じだ。はい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 。はい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 。ピッチャー陣はあまりよろしくない。ただ、中継ぎ陣がね、シーズン1は非常に優秀なんだよね。見てよ、166、165。163だからね。これね、シーズン1ではこの中継ぎが化け物ばっかできたんだよね。OK! じゃあ、オートペナントで回していきましょうか。今回作ったシーズン2のチーム、そして前回作ったシーズン1のチームもね、パリーグに出て合計8球団で今回のシーズン2のオートペナントを回していきますのでね。緑色が、シーズン2のチーム、今回作ったチーム、赤色がシーズン1、前回作ったチームなのでね、覚えておいてくださいな。じゃあ、パリーグに追加。合計8球団になるね。おう!リーグ優勝はそうですが、このね、前回作ったこのシーズン1のチームに勝つ。これもまた一つの目標でありますからね。負けることは許されない。そしてね、怪我の方はなしにしときましょう。怪我設定はなしでね、やっていきますのでね、他に選手空きがいないので。よし!ペナントレース!開幕だー!いやー!オーライ!さて、これから1年のシーズンが開幕いたします。今回作ったシーズン2のチームは、まあ、どのような戦いを繰り広げるのか、非常に楽しみではあります。目指せリーグ優勝&シーズン1のチームに勝つ。勝つことはできるのか、勝ってくださいよと、一つ言いたいね。じゃあね、まずは交流戦開幕前まで飛ばしていこうかな。一気に1年のシーズン、回しませんのでね。じゃあまずはこの5月の20日前まで一気にみょーん。さてどうなる?頼むよ頼むよ、お、ダメダメ、どうした、どうした、緑色、今回作ったチーム、どうした、お、上がってきたね。よし、負けるなよ。いいぞいいぞ、上がれそのまま。なんでどっちとも落ちる、なんかね、前回作ったチームを応援したくなるっていうね。ドベだけは回避しろよ。シーズン1。頑張れシーズン1。何をしている、いかん、シーズン2ももっと上に上がらないと。現在オリックスが1位だね。こんなことはありえないんですよ。いかん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 。でもいいとこつけてるね、現在シーズン2は。シーズン1がちょっと低いな、順位が。上げろ。
上げろ。よし、上がってきた。上がってきたね。怖い怖い。何急に上がってきてんの。それはそれで怖いからやめて。さて、5月突入いたしました。おー、ちょっと待って。共に並んどるな、ほとんど。うわ、並んだね。ちょっとまずいよ。上と下になったね。どうだ。よしよしよし。おー、また並んだ。並ぶんじゃない、仲良く。さて、交流戦開幕前まで一気に飛ばしました。5月の20日ですね。これから交流戦が開幕いたしますが、現在のチームの順位、シーズン2がリーグ4位、1位と 3.5 ゲーム差、シーズン1がリーグ5位で5ゲーム差か。このシーズン2とシーズン1の間も 1.5 ゲーム差しかないわけだからね。うわー、ちょっとねー。でもいいとこつけてるとは思うよ。ゲーム差もそんな空いてないしね。空いてないんですが、もっと上を目指さねば。じゃあここまでのちょっとチーム成績、チラリと確認していきましょうか。投手陣はどんな感じ？先発陣5人いますが、5人中4人が規定投球回に乗ってるね。もう1人は？あ、乗ってない。37回か。あ、じゃあダメだね。全然足りないわ。もっと投げないとね。いやいや、先発陣非常にいいよね。投手陣いいぞ。いい。5勝1敗もいるしね。なんで一番防御率規定投球回で高いやつが一番勝ってんだ？お前の勝ち運。中継ぎもね、バランスが取れてるよね。あー、ちょっとこの辺がダメかな。この辺が個人的にカツを思い切り入れたい。ケツの穴にね、ブスリとカツを入れたい。カーツですよ。おお、中継ぎ酷使されとんな。待てお前。41回3分の1って投げすぎだろお前。酷使すんな。もう20試合登板してんじゃねえかお前。シーズン1、このシーズン2の中継ぎ1がものすごくこの時点で41回3分の1と、こいつ規定投球回乗るんじゃねえか。使いすぎだろ。ピッチャー陣の方は別に問題ない。打撃陣は？おお、3割は4人だね。素晴らしい。やっぱこのショートの選手がめちゃくちゃ打つね。本塁打ランキングでも、レフトとショートが並んで共に8本打ってるね。素晴らしいよ。打点も38打点。OPS では？はあ、いいね。7人が7割超えか、OPS。DH どうした？お前全然打ってねえじゃねえか。おお、ここまでホームラン0本か。意外だな。ちょっとこいつ打順変えた方がいいね。いや、いい、全然いいわ。こんなの使ったらダメだわ。セカンドもあかん。この2人が足を引っ張ってる感じがするな。こいつらが調子上げてきたら、リーグ首位というのも見えてくると思うんですけどね。出塁率も高いね。はぁ、6人が3割5分超えですか。いいじゃない、いいじゃない。ただ足引っ張ってる輩がね、ちらほらいるのがちょっと俺的には問題かなと思うんですがね。ちょっと待てよ。シーズン1の成績見ていこうか。どうなの？ちょっとだけ確認していこう。おー、こっちもこっちでいいなー。おー、本塁打打ちまくっとんな。4人が逃げた本塁打か。OPS では10割2人いるね。ただこれ見て。ひどいね。下位打線がやっぱゴミだね。メイソン、誰だこいつ。あ、新外国人かな？あ、CP が勝手に取った選手になるね。メイソン。こんな選手は作った覚えないですからね、シーズン1では。ははは、現在はこんな感じでございますね。ちょっと打順変えましょう、打順を。DH の選手が個人的にちょっとひどすぎるな。ここまで本塁打ゼロというのはいかがなものか。あの能力で打てないのはね、本当に、殴っていいですかですよね。俺に謝れですよ。現在 DH は6番で使ってますが、これならファーストの方を打順上げた方が良さそうだね。ファースト打率2割7分8厘でホームラン3本打ってますからね。じゃあ、ファーストを6番にして、DH は打順を下げて。よしよし、こんな感じね。また調子の悪いメンツがいたら俺はもう下げるからね。勝つために野球をしてるんだから。じゃあ次はね、どうしよう。一気にね、一気にじゃあ前半戦シーズン終了時まで一気に回しましょうか。オールスターゲーム。ここだね。8月の10日まで一気に行きましょう。ゴー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 。さてどうだ、チームの順位上げよう。行こうぜ。行こうぜ。どうした？大丈夫かい？上がれ、全然上がれ。あー、ダメだ！シーズン1に抜かれたね。上がれ上がれ上がれ。負けるな、そこでシーズン2行け、上がれ上がれ。よし、逆転しろ。なんで、あいつが上に上がってんだよ。行け。ゲーム差自体はまだ全然少ないからね。よし、よし、よし、逆転しろ。よし、よし、逆転。混戦、パリーグ混戦だ、これ。やばいぞ。よし、よし、シーズン、よし、1-1-1、来たよ。また落ちた。なんなんこれ、しつこすぎるでしょ。上がれ上がれ上がれ。絶対シーズン1の下になるな。絶対になっちゃダメ。
よし、シーズン1が自然に落ちていってくれてるね。ありがとうありがとう。さて1位とは2ゲーム差だぞ。ここでゲーム差を埋めれば、あきち頑張れ、勝つんだ勝つんだ。4-3-4-3ってずっとなっとんで、よしいいぞ。あ、2.5 ゲーム差、いいぞいいぞいいぞ。なんでそこでまたもう負けるんだ、理解はできないね。ゲーム差をとにかく差を縮めろ。さあ、また開いてきた、また開いてきた、維持するんだ。どうだ、あー開いてる、5。うわー、ダメだ、リーグ3位に転落か。あかんあかんあかん、オリックス強すぎないかな、何これ、強豪オリックスじゃねえか、ふざけてるね、あんな強いオリックスおらんわ。さて前半戦シーズン終が終了いたしました。現在シーズン2がリーグ3位、1位とは 6.5 ゲーム差、シーズン1がリーグ5位で11ゲーム差と、かなりゲーム差に空きがあるよね。ちょっとオリックスが強いな、一時期はね、シーズン2もシーズン1もリーグ1位というとこまで行ったんですけどね、そこからキープすることがなかなかできないね。じゃあここまでのチーム成績の方をまたチラリと確認していこう。うん、あー、おさわー、いいじゃないいいじゃない。規定投球回には3人乗ってますね、非常に成績自体も素晴らしいですが、ちょっと1人規定投球回から減ったね。74回か、ちょっとイニングが少ないね。おー、先発1がめちゃくちゃ投げとんな、何事じゃ。中継ぎ陣もちょっと打たれてきてるな、この辺だよな。中継ぎ陣がしっかりしてくれない。6人中4人が防御率4点台以上って、それはダメなんですよ、帰れ、ふざけるなよ。ちょっと文句を言いたくなるような成績だね、ひどいわ。で、野手はどうだ？おー、3割2人。うわ、やっぱこのショートの選手が素晴らしく打ってくれるね。いや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 、ファースト同士だ。おい、おい、ファースト、何事じゃ。何事ですか？で、出塁率は？あー、全体的に高いよね、まだまだ。まだまだ高い。うわ、2人3割切ってんのか。OPS ではどうなんだ？ OPS では、6人が7割を超えてるね。3人が6割、7割以下だね。5割って、あかんでしょ。今宮かよ、お前は。そんなのいらないんですよ。守備できても打てんやつはいらん。チーム最多本塁打は17本、このショートの選手が打ってるね。打点はライトか。得点圏、おお、得点圏非常に強いね。ここまでね、どうだろうか、もっと打てるだろうというね、感じの能力だと俺思うんだけどね、なんでこんなにも打てないんだろう。さて、こちらシーズン1のチームだね。シーズン1は、ん？別に、あ、やっぱ中継ぎ陣が素晴らしいな、これ見てよ。中継ぎの安定感。先発自体はあまり大したことないんだけどね。さて、バッター陣の方はどうなんだ？シーズン1のチームは新外国人ばっか取ってるね。まあ CP に任せてますからね、その辺は。ここまでね、ちょっと納得いかない感じですよ。これまた打順変えた方がいいかもしれないね。打順をね、どうしようかな。変えるべきか。センター、打率2割8分9厘。ショート、で、キャッチャー、どうしようかな。迷うとこではあるけどね。じゃあ、キャッチャーとセンターの打順を変えようか。もう交流戦が終わったのでね、もう DH なしのオーダーを組む必要性はないですから。キャッチャーをリードオフマンで使っていこう。センターの選手はここまでホームラン10本ですから、長打力があるからね。こいつを3番で使っていこうか。レフト、4番ですが、12本か。で、ライト。うわ、ライト意外にも打っとんな。いや、ライトをじゃあ3番で使って、センター5番でいいか。で、ファースト、お前全然打たんな。これなら DH のこいつを使った方がいいかもしれない。また打順を DH6 番、ファーストをこいつにして、うわ、サードを8番にしようか。で、セカンド9番。よしよし、これで決定だ。よしよし。これでね、変わればいいんですけどね、いい流れに持っていければいいと思うんですが。まあ、とりあえず現時点だとシーズン1のチームに勝ってますから、まあ、この先どうなるかというのは分かりませんけどね。さて、前半戦シーズンが終了いたしました。次はね、どこまで回そうか。シーズンどれくらいあるんだ？チームが増えたことによってね、日程がかなりぐじゃぐじゃになってるのでね。じゃあね、とりあえず次は、中途半端ではありますが、9月の20日前まで一気に飛ばしていきます。さて、どうなる？中途半端ですけどね。欲しいぞ。シーズン1は落ちていけ、地に落ちろ。おー、いいね、リグに行こう。2個、ゲーム差を埋めろ。オリックスに追いつけ、追いつけ、追い越せ。行くんだ、行くんだ。あとちょっと、いいぞ、いいぞ、行け、勝
って、よし逆転した、ここからここからキープしろ、ここからキープ、そのまま動くな、ステイステイ、動くな、よしいいぞいいぞいいぞ。さーてどうなるどうなるどうなる。とりあえず9月の20日までだからね。うわダメだゲーム、あーどうだどうだどうだ、よしよしよし、ゲーム差はゲーム差は、よしよし、はい9月の20日まで回し終えました。ここまでチームはリーグ1で、2位のオリックスとは 1.5 ゲーム差、シーズン1のチームはリーグ5位で、我がチームとは11ゲーム差ありますから、これはもう、とりあえずシーズン1のチームに勝つことはできたんじゃないかなと僕は思ってますけどね。問題ならこのオリックスだよね。最後までこのオリックスとの戦いが続きそうだ。もう3位の日ハムでももう10ゲーム差空いてますからね。これだけのゲーム差空いてれば、まあ埋められるのはかなり難しいと思いますが、オリックスとの戦いですよ。シーズン2にしてリーグ優勝することはできるか、前回はすることはできませんでしたからね。じゃちょっとね、成績の方は確認しなくて、ちょっとベストオーダーだけまた変えていこうかな。ベストオーダーどんな感じ？成績によってね、また打順とか変えていきますので。レフト、予想、うわ、センターやっぱ打順下げたことによって、ちょっと打率下がったね。ファーストがあまりにも打たなさすぎるな。これな、ちょ、サードを7番にしようか。ファーストも下位打線でいいや。下位打線で OK、OK、OK。これで OK だね。もう、ファーストをもう地の底に落としてやりましたよ。あまりにも打たんのでね。びっくりするわ。引くわ、お前。こんなチーム頑張ってる状況で、そんだけ打たんとありえないね。じゃあ、次はもうシーズン終了時まで息回していきますよ。ここだね。はいはいはい。日程の方がちょっとぐじゃぐじゃのため分かりづらいですが、ここで全日程が終了するね。よしよしよし。じゃあ、10月の15日まで一気にドン。頼むよ。リーグ優勝かも。来てくれ。よし、マジック点灯。マジック点灯したよ。オリックスとも 2.5 ゲーム差。いいぞ、この巻き。うわ、シーズン1のチームが上がってきた。よし、マジ勝ち。6、5、4、3、3、3、2、1、優勝だ！ナイス！はい。シーズン2にしてリーグ優勝することができました。よかった、よかった、よかった。お？はい、シーズンの全日程が終了いたしました。シーズン2のチームは今回無事リーグ優勝することができました。オリックスとは最後 5.5 ゲーム差と後半戦よく頑張ってくれたね。89勝53敗、1引き分け勝率は6割2分7となってます。これでクライマックスシリーズにも当然出れますからね。リーグ優勝しましたが、日本一こちらも果たしていかないとね。そしてシーズン1のチームは、リーグ5位ですね。72勝6018敗、引き分けが3で5割1分4厘ですね、勝率は。いやいやね、リーグ優勝もできて、そしてシーズン1のチームにも勝てた、これは非常にいいことですよ。前半戦はちょっとヒヤッとしたけどね。そしてセリーグの方はどうなのか確認していこうかな。セリーグはこんな感じ。ヤクルトが優勝したね。やっぱヤクルト強いね。さてさてさて、日本シリーズが残っていきます。そちらの方も確認していかないとね。いや、これも一気にもう日程飛ばして、日程をですね、とりあえずクライマックスシリーズの最終日まで飛ばそうかな。ここまで。まずは日本シリーズに出れるかどうかっていうのもわからないからね。どうだ？はい、来たね。おい。おい。おい。どうだ？イエスイエスイエス。これで日本シリーズ行きは決定ですね。クライマックスシリーズ無事勝利することができました。ちょっと見ていこうかな。クライマックスシリーズでは、オリックスとの戦いでございました。ファイナルステージですね。1戦目が 3-2、2戦目が 0-4 で負けで 2-1 で勝って、4戦目64で負け。うわーすごいな。で、5戦目 8-2 で勝って、これで、クライマ日本シリーズ行きが決定いたしました。さて、日本シリーズですよ、皆さん。皆さん。皆さん、ヤクルトとの戦いになるね。勝つことはできるのか、ちょっと一試合一試合見ていこうか。見ていきましょうよ。まず1戦目、リーグ優勝&日本一なるか。スキップで見ていくんでね。どうだ。いや、これちょっと打順の方変えようか。調子悪い選手っていうのはさ、変えないとね。いや、いいか。いやいや、今のまんまで OK でしょ。じゃあ頼む。1戦目はどうだ、勝つか。チマ、イエース！ 5 対3で無事勝利！ナイスナイスナイス！おお、延長12回の末だね。2点取って無事勝つことができました。日本シリーズでは先に4勝した方が勝ちですから、まずは1勝を勝ち越しましたよ。さて、2戦目はどうなるか。2戦目行きましょう。ゴー！あー、今日はさよなら負けだ！
マジっすか。延長11回の裏に中継ぎ1が打たれたね。バレンティン今日2本のホームラン打っとるやないか。6号でこれで1勝1敗並んだね。勝ってほしかった。やっぱ延長戦に持ち込まれるとね、やはり投手の差で負けるというかね。3戦目行こう。あー、勝ったのか。よし、96で勝ちましたね。ナイス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 。危なかった。延長に、また延長じゃないね、最終回また2点取られてるね。危ない、やめろ。誰だ打たれてんのは。これで2勝1敗です。いいか、次の試合勝てばリーチがかかるよ、日本一に。どうだ。よし、サヨナラ勝ちだ。5対4、素晴らしい。今日はサヨナラ勝ちで無事勝利でございますよ。これで日本一へリーチがかかったぞ。さて、あと1勝、日本一なるか。行こう、頼む。どうだ。イエース、14対1。はい、これで日本一決定ですね。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。シーズン2にしてリーグ賞&日本一、この夢2つ果たすことができましたよ。まあ、今回のこのシリーズというのはね、ちょっとピーマンの事情もあってですね、5日連続投稿できなくてグダグダになったりしたんですが、ただ神は降りてきたね。ありがたいと一つ神様に言いたいですよ。じゃあチームの成績、パリーグの首位打者、タイトルなどといろいろと見ていきたいと思います。じゃあまずはチームの投手成績から見ていこう。おお、規定投球回中継ぎのさ中継ぎの選手が規定投球回に乗ってるっていうね、酷使しすぎだろお前、ぶっ壊れるわ。これ見てほんと面白いね。ごめんね、よく頑張ってくれたね。はいはいはい、まさか中継ぎの選手も規定投球回に乗ってるという感じで、4人の選手が規定投球回ですね。素晴らしい成績じゃないかね。11勝1敗、17勝6敗、11、みんな貯金があるね。みんな1桁しか負けてないっていうね。素晴らしいよ。で、悪かったやつはどこのドイツだい？君悪いな。中継ぎ4、中継ぎ6、君も、先発3、君もだ。中継ぎ5、君もひどい。先発4もひどいね。まあ、でもこいつはいいかな。8勝10敗負けすぎじゃ、何事じゃ。抑えの選手もよく頑張ってくれたね。これ見てよ、防御率 1.38 だよ。へいへいへい、抑えがいいチーム、守護神がいいチームっていうのは、やっぱり強いよね。はい、非常にね、恵まれたピッチャー陣によって勝つことができたね。やっぱ今回はピッチャーが良かったね、強かったね。そして野手は？あー、最終的に打率3割は3人だね。ショート、ライト、レフトの選手だね。うわー、これ首位打者取れたんじゃねえか。絶対取れたよね。やばいよね。安打も221本でシーズン最多安打更新ですよ。本塁打は23本でショートか。まあ、全体的にちょっとホームランが少なめかなと思うんだけどね。もっと打てると思うんだけどね、能力的には。打点はライトの選手の113打点がトップになるね。OK, OK, OK。で、盗塁とかは24個、ショート。打って守ってよし、おいおいおい、これ待てよ。あー、トリプルスリーとはならなかったね。十分できそうな感じだけどね。で、出塁率は4割3分。おー、全体的に出塁率が高い感じがするね。お、どうした？キャッチャー低いな。アベレージヒッター持ってるからもっと打つかと思ったらね、打率も3割届いてないしね。出塁率もちょっと低い感じがするけど。んで、OPS ではこんな感じだ。はぁ。いやいや、俺ね、今回打撃陣、野手陣は結構自信あったんだけどね、意外に蓋開いたら全然打ってくれないね。能力的にもいいと思うんだけどね。特殊能力少なかったかな、今回作った選手は。こいつら多いけどね、多いのに打たないってどういうことだよ。いや、でも全体がね、3割以上ありますから、出塁率もね、非常にいいチーム。全体的にバランスが良かったという感じでございますから。おう、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 おう。じゃあ、お次はパリーグのタイトル、セリーグのタイトルなどもちょどろいと確認していきますよ。じゃあ、ちょっとまずは、セリーグタイトルから見ていこうかな。セリーグのタイトルは、こんな感じ。えい。メッセンジャーが最優秀防御率、最多勝は18勝で、これもメッセンジャー。あ、これ投手4冠じゃねえか。あ、違うね。勝率は取れてないね。で、奪三振255個でメッセンジャー。セーブ部門ではオースンファン。で、ホールド部門では福谷かな。で、パリーグは投手部門では、金子千尋。おー、いいね。うちのチームがランクインしてるよ。オーケーオーケー、いいじゃない。あ、
シーズン1の選手の成績もね、チームの成績も見ないとね、うちのチームがランクインしてるね、中継ぎピッチャーがちょっとランクインしてるのは君が悪い。はい、22勝でこれも金子化け物やないか、ただの。恐ろしいね。で、セーブ部門ではクロッタ。あ、惜しいな。あと1セーブ上げれば、ちょっとタイトル取れてたのにね。で、ホールドボムは49個で、福山。あー、中継ぎ4も惜しいね。39か。で、脱三振240個で金子千尋となってますね。今んとこうちのチームでタイトル取れた選手はいないね。よっしゃ、じゃあ、先ほどちょっとシーズン1のちょっと成績見ていこうか。言った通りね。シーズン1の選手はこんな感じ。あー、やっぱ中継ぎ陣が素晴らしい。これ見てよ。やばいね。自信ありますから。150キロ、160キロのピッチャーがめちゃくちゃおるからね。ただ先発陣はそんな大したことじゃないね。で、打撃陣は？おー、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。いいけど勝てないのね。うん、残念。シーズン2の方が強かった。残念。過去の俺よ。今の俺の方が強いらしいぞ。いいね。まあ、シーズン1の選手はね、ところどころいい選手できたと思うんですけどね。外野手は基本的によくいい選手ができたと思うんだけど、内野手がゴミすぎたね。今回みたいにあの、ショートが化け物じゃないし、セカンドもゴミだったからね。全体的にちょっとね、内野手がしょぼかったかなというのが感想ですかね。じゃあお次は野手ランキング見ていこう。まずはセリーグ。おー、ルナが首位打者になるかな。で、最多安打213安打で大島だ。本塁打。本塁打は45本でゴメス。打点もゴメスだね。化け物やないか。阪神に強いの取りすぎ。で、最高出塁率は畠山と山田が並んで、最高出塁率だね。で、盗塁は46個で梶谷だ。OPS はルナか。母ルナルナ、やばすぎるね。お次はタイトル見ていこうよ。首位打者は、イエーイ！来ましたね！うちのチームからまず一人目の選手来ましたよ。タイトルね、首位打者。柳田もよく打ってるね。334、不吉な数字だ。おー、シーズン1のチームもよくランクインしてるね。これ見てよ。素晴らしいね。で、アンダは、これは、うちのハイコレで最多アンダもいただきましたよ。で、本塁打43本で T 岡田か。はぁ、おー、見てよ。シーズン1で作ったチームの選手がランクイン。共にしてるね。33、32、30本。何この並び。仲いいな、お前ら。これ打点王も T 岡田だね。T 岡田とかいう化け物、恐ろしいわ。で、盗塁は38個で、これはロッテの岡田。で、出塁率は4割3分で、はい、これも最高出塁率いただきました。で、OPS ランキングでは、T 岡田と並んでショートが1位だね。はい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 。素晴らしいじゃないかね。よく強いチームができたと思うよ。よし、じゃあ今回はこれで終わりというわけでね。はい、チームは無事リーグ優勝し、アンド日本一、そしてシーズン1で前回作ったチーム D もね、無事勝つことができました。タイトルの方確認していきましょうかね。はい、タイトルはこんな感じ。ベスト9では、うちのチームでは、3人だ。キャッチャーとショート。そしてライトの選手がベスト9を獲得できたね。シーズン1から外野手1人戦、入ってますね。で、お次はゴールデングラブ。おー、いいじゃないか。キャッチャー、ファースト、ショート。はい、いろいろ取れたね。で、パリーグのタイトルはこんな感じになってます。ショートが新人王、首位打者、最短な最高出塁率を取れてるね。お、金子千尋が化け物じみたことやっとるわ、これ。どういうこっちゃ。恐ろしいね。化け物じゃねえか。さて、これにて終了しましょう。最後ちょっと成績の方眺めていこうかな。はい。こんな感じ。先発1。素晴らしいね。よく投げたわ。中継ぎ1。中継ぎながらも規定投球回達してるというね、恐ろしいピッチャーですよ。ヒヤッとするわ。はい、ショートよく打ってくれた今回。これショート化け物作れたからな。こいつのおかげだな、リーグ優勝できたのは。19歳ばっかどんなチームだよ。なんでこんな高卒ルーキーでこんな強いんだよ。恐ろしいね。キャッチャーこいつ思った以上に打たなかったな。アベレージヒッター持ってたんだからもっと打てるかなと思ったんだけどね。はい、これで終わりになるよ。 Thank you for playing。というわけで、今回のこのシーズン2の実況はこれにて終了したいと思います。無事ね、リーグ優勝&日本一どちらともすることができ、前回作ったチームには無事勝つことができました。見てくださった皆さんありがとうございました。またね、このシリーズはやっていきたいと思いますので、次回のね、シーズン3もお楽しみに。強い選手じゃんじゃんと作っていくのでね。じゃあ見てくださった皆さんには本当に感謝でございます。また会いましょう。グッバイ。